テルモフィルムペンデンスは、テルモプロテウス目テルモフィルム化に属する古細菌の一種。イヤケ従属栄養性の超高熱菌で、主に陸上の流行線に生息する。学名は、ラテン語で、依存する高熱性の市場菌という意味がある。1980年代に、アイスランドやブルカーノ島、イエローストーン国立公園の要線より発見、報告された。弁護を持たない。 かくばった肝菌で、長さは時に100マイクロメートルにも達する。肝菌の片側に小さな膨らみが生じ、出がにより、新たな細胞を形成する。口述の栄養要求性と合わせ、これらの特徴は個細菌の中でもやや珍しい。増殖可能温度は55五摂氏100度、pH は4から6.5。多少複雑な栄養要求性を示し、硫、様、炭素源の他に、 硫化水素、サーモプロティアステナックスの極性脂質が必須である。ただし禁煙のミキサ種サーモフィリムリーブラムは、極性脂質を要求しない。炭素源としては、酵母エキス、トリプトン、ゼラチンなどが利用されるほか、スクロースの添加により増殖が促進される。2006年に解析が完了している。 1781889BP の主ゲノムと 31504BP のプラスミドを持つ。ORF は1876箇所と推定されている。アミノ酸やヌクレオーチド歩行素の合成系をかなり欠損しているが、寄生生物へと進化しているわけではなく、単に栄養豊富な環境に適応しているだけと見られている。なお1 6による、 系統樹では、クレーンアーキュー,オータの中でも、かなり古い系統に属しているとされる。ありがとうございます。